水瀬いのりという声優。顔の評価はぶっちゃけどうなん。ドヤ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 コンバ。かわいいよ。整形じゃないなら評価した。加工しすぎ。リアルで見るとかなり年上の津田みなみよりはるかに老けて見えそう。ぶっちゃけ顔の作りは悪くないけど、性格の悪さがはっきり人相に出てるから俺は嫌いだから、かわいいと評価はできない。生活が悪いのかめちゃくちゃ老けたよな。特にここ1年ルックスで言うと天宮天の足元にも及ばない。格よしみと格付くらい違う。イノリンはニセドヤコンバとは関係がないって本当ですか？声優に顔は関係ないとはいえ、この子の場合顔で売ってたからな。だから顔の評価されても仕方ない。俺からしたら AKB のマシなのとと互角くらい。可愛い。悪いことしかしてないのにかわいそう。いろんな意味で小倉優衣と並びすぎ。劣化版竹たちのイメージ。比較しだしたらキリない比較対象より可愛いやついるのに。少なくとも小倉優衣や伊藤美久の方が可愛いと思う。水瀬いのりと並ぶのはそうだな。内田真彩くらいか。加工しまくってるという意味では上坂すみれや内田真彩と並ぶのが水瀬という印象。何もかんも二流って感じよね。若手で唯一のレジェンド級だと思う。ライブの規模とか人気とかいろいろ鑑みて顔も声もそんなっしょ。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。